こんにちは、速稼塾の久保です。今日ね、すごく嬉しいプレゼントがまた届きました。10月11日は私50歳になる誕生日なんですよね。で、そこでですね、このトラヤの羊羹をまたいただいたようでございます。これ私大好きなんですよ。で、なんかね、以前も送っていただいたと思うんですけど、今回もね、またいただけるということで非常に感動しております。で、バースデーカードもこうやって入ってましてね、感激ですね。誕生日おめでとうございますと、広島の寅さんって書いてます。週刊中年ジャンプのストーンさんからですね。いやでもね、ストーンさんの株スクールも思えば去年の今頃私がね、焚き付けて徐々にコミュニティっていうものを作っていただくように、2022年の春ぐらいにね、やっぱスタートして、いやなんか良かったですよね。株っていうのは遠いようで結構身近な存在ですし、サラリーマンの方にものすごく向いてるんだろうなと思いますね。もちろん私がやっている FX もサラリーマンの方に向いてるように作ることはできるんですけども、まあ株もそうですよね。あの、専業でやってる方もいれば、サラリーマンでやってる方もいる。ただね、思うのがね、ほとんどの方が株式会社に勤めてるんで、そういう意味で言うと、みんな株の投資家なんでしょうね、きっと。それを分かりやすく噛み砕いて、教えていただけるのが、ストーンさんの株スクールです。ストーンさん自身もサラリーマンをやりながらの副収入としての株式ですから、やっぱり安心して任せられるんじゃないかなと思いますよね。はい、ストーンさんどうもありがとうございました。しっかりいただきますんでね、これからもよろしくお願いします。開けてみましょうか、せっかくですからね。開けてみると、そう、こういう缶に入ってるんですよね。あの、前回は黒い缶に入ってました。今回はブルーの缶で、うわ、私の大好きな和菓子の詰め合わせでございます。恐縮でございます。羊羹はここに入っているのかな。はい、羊羹、これがね、ぎっしりと詰まったまさにザ和菓子というものでございます。それから貴重なお饅頭ですね。もなかかな、これは。ちょっと早速いただきましょうか。もなか、うわあ、これを見ると金魚すくいを思い出しますね。和菓子大好きでございます。ザ和菓子、いただきます。うん、うまい。もう一個、これからもよろしくお願いします。